なでしこジャパン、日本女子代表は現地時間3日、パリ五輪、パリオリンピック、2024、女子サッカー競技準々決勝でアメリカ合衆国女子代表と対戦。試合は延長戦の末、なでしこジャパンが0-1で敗れた。韓国メディア、ネート、は現地時間4日に、五輪敗退が決まった男女のサッカー日本代表について報じている。 決勝トーナメント表、パリ五輪男子サッカー、現地時間2日に行われた U23 日本代表対 U23 スペイン代表の試合では、0の3で U23 日本代表が敗れている。これで男女共にパリ五輪のサッカー競技では敗退が決まり、日本はどちらも8つよで姿を消すこととなった。ネートは、日本サッカー、今回もメダル獲得失敗、と題して、 日本女子代表チーム、米国と延長の死闘の末に0ス1で敗北。日本男子代表チームはスペインと対戦して0の3完敗。と、日本がどちらも準々決勝で敗れたことを伝えている。なでしこについては、優勝候補と言われているアメリカと延長戦まで接戦だったが、最後に苦杯を飲んだ。と、アメリカ相手にあと少しのところで敗北してしまったことを強調。 一方で男子代表チームについては、日本男子チームはスペインとの試合において0 3で敗北した。長い期間オリンピックでメダルを獲得するために心血を注ぎ、グループリーグでは無敗だったが、強豪スペインを超えられず敗れたと報じている。